映画とビアボール、心に響くエンターテイメントの新しい形。ビアボール、ナンバーワンビアボトークボルツー映画、編2分52秒ナンバーアンダーラインアイ平野章、神宮寺裕太、ガン太サントリー。映画とビアボールの組み合わせは、まるで映画の主人公とその最愛の相手のような、完璧なペアリングです。映画が感情を揺さぶり、ビアボールがその感動を増幅させる。 そんな瞬間を楽しむことができるのが、ナンバーアンダーラインアイビアボトークです。これは、映画好きの3人が集まり、映画にぴったりのビアボールのレシピをシェアしながら、その魅力を語り合うシリーズです。第2弾の配信が始まり、ますます注目を集めています。映画を楽しむとき、皆さんは何を飲みますかポップコーンにそうだそれともワイン新しいトレンドとして、 ビアボールが映画のお供として注目されています。ビアボールとはビールをベースにしたカクテルで様々なフレーバーや組み合わせを楽しむことができます。例えば、ホームアローンを見るときには爽やかなレモン風味のビアボールがぴったり。家族の愛と冒険を感じながらレモンの酸味がその楽しさを引き立てます。一方、アクション映画を見るときには、 スパイシーなジンジャーエールビアボールが興奮を倍増させてくれるでしょう。ナンバーアンダーライン愛ビアボトークの第2弾ではナンバーアンダーライン愛の3人がそれぞれのお気に入りの映画とそれに合うビアボールのレシピを紹介しています。キシ君の好きな映画ジャンルは意外にもオルス番系。これには映画ホームアローンを思わせるユーモアがありました。そんな映画には 爽やかなブルーソーダ割りのビアボールがぴったりです。翔くんはアクション映画が大好き。そのエネルギッシュなシーンに合わせて、彼はコーラ割のビアボールを提案しています。このビアボールは、甘さと炭酸の刺激が絶妙にマッチし、アクション映画の迫力を一層楽しむことができます。3人目のメンバーは、ノンフィクション映画が好み。彼の選んだビアボールは、さっぱりとしたレモネード割。 現実の重みを感じながらも、ビアボールの爽やかさが心地よいバランスを保ちます。ナンバーアンダーラインアイビアボトークは、視聴者からも大変好評です。コメントには、ビアボールを作ってみた、という声が多数寄せられています。実際に試してみて、その美味しさに感動する人々の姿が目に浮かびます。例えば、チビフトさんは、キシ君の好きな映画ジャンルが知れて嬉しい、と喜びの声を上げ、 早速ビアボールと一緒に映画を楽しんでいます。また、カピーさんは CC レモンのビアボールが最高だったと語り、次はブルーソーダやメロンソーダのビアボールに挑戦する予定です。ビアボールの可能性は無限大で、毎回新しいフレーバーを試す楽しさがあります。ビアボールの楽しみ方は、単なる飲み物を超えたエンターテイメントの一部となりつつあります。映画とビアボールの組み合わせは、 人々の映画体験をより豊かにし、共有の場を提供します。映画のシーンに合わせてビアボールを選ぶ楽しさ、友人と一緒にその瞬間を共有する喜び。これらはデジタル時代の新しいコミュニケーションの形かもしれません。さらに、ビアボールは映画体験をカスタマイズする手段としても注目されています。好きな映画ジャンルやその日の気分に合わせてビアボールを選ぶことで、 映画の楽しさを倍増させることができます。例えば、ロマンチックな映画を見るときには、甘いフルーツビアボールが心を温め、ホラー映画のときには、スパイシーなジンジャーエールビアボールが緊張感を高めます。私自身も、ナンバ・ーアンダーライン・アイ・ビアボトークに触発されて、いくつかのビアボールレシピを試してみました。その中で特に印象に残ったのは、タイムトラベル映画に合わせたレシピです。 レモンの爽やかさがタイムスリップの不思議な感覚を引き立て、ブルーソーダの鮮やかな色合いが未来的な雰囲気を演出します。具体的なレシピを紹介すると、まずグラスに氷を入れ、ビールを注ぎます。次に、レモンジュースを加え、最後にブルーソーダを注いで完成です。見た目も美しく、味も爽やかで、一口飲むたびに映画のシーンが頭に浮かびます。 ナンバーアンダーラインアイビアボトークは映画とビアボールの新しい楽しみ方を提案してくれる素晴らしいコンテンツです。映画のシーンに合わせてビアボールを選び、友人や家族と一緒にその瞬間を共有することで、映画体験は一層豊かになります。次回の配信も楽しみですし、自分自身で新しいビアボールレシピを試してみるのも一興です。 ナンバーアンダーライン愛さんの映画趣味が明らかになった皆様こんにちは。第2弾では、さらにその思考が詳しく紹介されていました。ノンフィクション映画を好む翔さん、面白シーンがお気に入りのキく君、そして定番のアクション映画を好むミュウさん。それぞれに合ったビアボールで映画鑑賞を楽しむのもいいアイデアですね。翔さんが好きなノンフィクション映画を味わうなら、 ビターなニグロニスタイルのカクテルがぴったりかもしれません。カンパリアジンの香り高さが重厚な作品の雰囲気にマッチするでしょう。あるいは、ハッピーピープル、世界最後の秘境の物語などのようなドキュメンタリーに合うよう、フルーティーなテイストのビアボールもおすすめです。ガン君のお気に入り。一方の騎士君は映画の面白シーンを存分に楽しみたい方ですね。そこでおすすめなのは、 レモンの爽やかな風味が映画の臨場感を引き立てるビアボールです。CC レモンやレモネードといったレモン系はもちろん、柑橘系のソーダをベースにした飲み物も良さそうです。バニラアイスクリームを添えれば、まるでシーンの一部に参加しているかのような気分に。そしてミュウさんが好きなアクション映画には、力強い味わいのベースがマッチするでしょう。例えば、コーラやジンジャーエールなどをベースにしたビアボールは、 スリリングな展開に合っています。そこにブルーキュラゾーなどの深い味わいを加えれば、より大迫力のある仕上がりに。さらに、ピクルスやオリーブなどのソルティーなアクセサリーを添えれば、トータルでバランスの取れた一杯に。ご覧の通り、ナンバーアンダーライン i3 の好みやその日の気分に合わせて、様々なビアボールを楽しむことができます。映画と飲み物を組み合わせることで、 作品の世界観をより深く味わえるでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛さんとともにビアボール作りに取り組んでいきたいと思います。皆様もぜひ自分好みのカクテルを見つけてみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後に皆さんに問いかけたいと思います。あなたの好きな映画は何ですかその映画にぴったりのビアボールはどんな味でしょうか ぜひ自分なりのビアボールを作ってみて、その楽しさを友人と共有してみてください。新しい映画体験があなたを待っています。